ってんだよね、ワイン加えて。はい、サンタクルーズっていう町に来ました。流れからどのくらいだろう、1時間ぐらい、全然覚えてない、1時間ぐらいだったな。今日はやっとポルトガルに来て2回目のサーフィンができました。でしかも明日もできそう、あと3回。これナザレで買った3ユーロ、ナザレ。かわいいね、うん、いいな。疲れちゃった。バーがしょぼかったね。はい、映さなかったな、ホテルについてるバー。はい、まあ、でも人が良さそうだったな。ピッソピッソ312だから、3-1-2 じゃなくて3-1-2、今日はこれ確実にいいです。絶対にいい。あ、びっくりした、またなんか音鳴ってんのかと思ってびっくりした。すげえうるせえじゃん。あ、これこのタイプね、すごいね。どっちも一緒だ。コンセントこれ近づければいいのか。まあいや、後でやろう。ちょっとフロンとか。あ、見ました、すごい。あ、やった。はい、もうあるし。でも暑いか今日。いや、寒いです。こんな顔いいね。あとさ、そこ窓がずっと開いてたのが気に。でもここ平気か。昨日のモーテルがあのなんかいい感じとか言って YouTube で言ってたけど、いざ下に降りたらまずバー飲んでる時に蚊が多分30匹ぐらいずーっと蚊がいて、で部屋の中にも蚊が10匹ぐらいいて、もうすごいいじけちゃうぐらい俺も寝れなくて。いつ寝たんですか。わかんない。でしかもなんかクーラーガンガンにしたら蚊が死ぬからって言われて、クーラーガンガンにしたらめちゃくちゃ寒くて辛かったっていう感じです。じゃあ明日の予定は。明日はまたサンタクルーズでサーフィンできそうだったから、サンタクルーズでサーフィンして、はい、でリスボン行って、リスボンに泊まって、ちょっとだけ洋服屋さんとかリサーチしてしようかな。で、夜はまあ明日ラストナイトとかバー行ってって感じかな。まあちょっともしかしたらアフリ食べるかもしれない。私は食べないです。ポルトガルにアフリができたり、俺の友達曰くラーメン屋自体が初めてって言ってたけど、多分嘘だなと。それはそうですね。ね、まあいいか、そんな感じで、ね、あのまた引き続きあのありがとうございます、いっぱい買い物していただいて、100回記念見ていただいた方、こんなつまらない YouTube、 誰かの編集の仕方とかなんか簡単なやり方あれば教えてください。あとこういうの
どうですかみたいな。